ひまわりの匂いのする侍を探す風と、成り行きでお供をする侍二人、無限と仁は、特に何も考えずに流れに身を任せ、三人の珍道中は相も変わらず続いている。時は江戸の時代、天下太平の世に侍の居場所はなかった。だから一緒に旅してんだ。なわけねえだろが。死に飢えてんだ。尺を切り、手だれを切り、並みいるつわものを切り、そして腹が減り、金を稼ぎ、飯を食い、風がさらわれ、また切る。浅はかだ。超失礼。大体こんな旅だ。回り回って回り道、無限仁風の三人は全国制覇の勢いで列島を大横断し、いよいよかの目的地、いざ長崎へと。物語は少々遡り、隠された絵巻が紐解かれしそろう。もう一つの侍チャンプルー、あ、始まり、始まり。もう無理。あと三歩で死ぬ。無駄に喋るな。豚の丸焼きだ。あんなでっけえ豚が浮かんでるぜ。ちょっと無限。ついに幻覚を見るとは。えぞ。三食昼寝付き。ジン、タダ飯だよ。行こう。とことん怪しい。が。背に腹は変えられん。
やっぱ帰るわ。同感だ。絶対無理。助けてねえ、どこまで行けばいいの？もう冷たくて歩けないよ。冗談じゃねえ。食い物に釣られてのこのこ船に乗るからで。最初に船に乗ったの無限でしょ。つまりだ、うまい話には罠がある。結構な罠だな。多いぞ。え、何これ。何なんだこいつら。この地に心当たりはない。まあこういうのも嫌いじゃねえけどよ。ふう、そこに隠れてろ。行くぜ。強い男大好き。いい香りがする。血の濁った香り。ここに会えるの。どうなったんだ。ざけんなよこら。お前は私のもの。言うことを聞きなさい。おめえ、なわけねえか。
蝦夷の地を統括するは松前藩。その松前藩が外国人たちに与えた特権のため、今この北の果ての地は様々な人種の者らが闊歩するチャンプルーな一帯と化している。その松前藩に虐げられ、わずかばかりの抵抗を続けているのがこの地の先住民、古き地の者たちである。彼らは圧倒的な物量戦によって略奪され、惨殺され、恥ずかしめを受け、祖先の魂が宿る聖なる力も追放されようとしていた。断続的なゲリラ戦により、そしてまた一族の固い結束によって、まだ死守を続けている鶴巻家のみを残して、しかし長期化する戦により、鶴巻家の若き当主ウォルソの表情にも疲弊の色は隠しようもなく現れている。古き地の者たち、最後の拠り所鶴巻家の命運もまた今や風前の灯火であった。無限、戻ってくるよね。大丈夫だよね。琉球の者には過酷な気候だ。投資の可能性もなくはない。そんな心配か。そりゃでも大丈夫。あいつは絶対。不思議と分かるようになってきた。え？奴の意識だ。ジン。胃の毒だ。しばらくは動けないが、薬が効けばよくなる。だが魔女が思い続ける限り毒は消えない。探し出して殺すまでは。それまで無理はしないことだ。一応礼は言っとくぜ。で、誰なんだよてめえは。この土地を愛する者だ。あんだ、その姿、シサムのものではないようだな。ピカタ、南のもの？それがどうしたよ。この地に伝わる神話の中に、遠く南の地から来た男が登場する一節がある。君を見てそれを思い出した。どうせ動けねえんだ。暇つぶしに聞かせろ。その神話ってやつをよ。万象の断りを乱すのは、これ鬼の業なり。古き地の勇者、一夜に一匹の鬼を斬ら。血と血を落とした戦いの後、ひまわりの匂いのする男を求め、さまよいしシサムの男女、ピカタの男の姿をした救いの者、現る。さらば、万象の断り、均衡を保つなり。神話とは古くからの教訓だ。現代を生きる我々の道となる。よくわかんねえけど、昔は昔だ。気にすることはねえだろ。不思議だな。君と話すと少し気が楽になる。あ、勘違いするな。シンパシーを感じるとかではなく、愚直さに面食らったということだ。ね、ついでに助けた恩を着てもらう。え？勝手に決めんな。これを預かってほしい。なんだこれ。一族の宝だ。
売れば高値がつく。だが、売ったらぶっ殺す。次に会うまで、確かに預けた。勝手に資金じゃねえよ。君には安息が必要だ。しばらく休んだ方がいい。魔女は森の奥底に住んでいる。君が救いのものであれば。起こしに来たわけじゃなさそうだな。悪いけどよ、こっちとら調子こいでんだ。かかってこいや。
はい、いらっしゃい。何にいたしましょう。こちらでよろしいですね。ありがとうございます。またのお越しを。
通行の証をいただきます。